皆さんこんにちは。ソニーの沢氏と申します。今回注目の製品やサービスを通じて技術を学ぼうをテーマにいろいろな話をさせていただきたいと思っています。内容ですけれども、まず簡単に自己紹介をさせていただき、この動画の目的、そしてソニーのいくつかの製品やサービスを取り上げながら様々な技術の話をさせていただきたいと思っています。まず自己紹介です。沢氏時彦と申します。1998年にソニーに入社いたしました。専門はオーディオのシステムアーキテクチャ開発を担当しています。これまで様々なオーディオ関連の技術開発や商品設計などを担当してきました。例えばソニーのハイレゾ製品の開発、そこに向けた様々な技術開発などを行ってきました。また現在は新しい音楽体験360リアリティオーディオの開発と導入というのを担当しています。私の所属ですが、ソニー株式会社商品技術センターに所属しています。またソニーグループ株式会社にも所属しており、兼務として奈良女子大学工学部客員教授も担当しております。ソニーグループ内での役割はディスティングシュドエンジニア、そして立体音響開発、360リアリティオーディオを含む立体音響開発の開発リーダーを行っております。この動画の目的ですけれども、オーディオ分野で注目されている商品やサービスを取り上げながら、教科書で扱われているような知識がどのように技術開発や商品設計に活用されているか、その具体的なイメージをつかんでいただければというふうに思っています。加えてオーディオ分野の最新技術についても少し紹介させていただき、未来へつながる技術についても触れていただければというふうに考えております。先ほども少しお話ししましたが、現在私はオーディオ関連の技術開発、製品設計などを担当しており、ソニーの中ではさまざまな商品が開発されておりますけれども、今この資料上の赤で囲われたこのオーディオ製品群について今回取り上げながら技術について話していきたいと思っています。最初にノイズキャンセリングヘッドホンについて扱いながら、アナログ回路やデジタル回路の活用についてお話ししたいと思います。こちらの写真ですけども、こちらはソニーが現在発売している WH-1000X M5 というノイズキャンセリング機能付きのヘッドホンです。日本をはじめ世界中で販売されていますので、おそらく皆さんも目にしたことがあるんじゃないかなと思いますが、この製品をはじめノイズキャンセリング機能というのはさまざまなヘッドホンで現在導入されています。そこでこのノイズキャンセリングヘッドホンの仕組みを取り上げながら、アナログ回路、デジタル回路の実際の製品における使われ方を紹介していきたいと思っています。ノイズキャンセリングヘッドホンとはというところから始まり、実際にノイズキャンセリングされた音を聞いていただいたり、そしてアナログ回路やデジタル回路について詳しく触れていきたいと思っています。まずノイズキャンセリングヘッドホンとはですが、乗り物などのノイズを打ち消す、キャンセルすることができるヘッドホンです。うるさい環境でも音楽に集中ができる、でむやみに音量を上げる必要がなくなる。これはノイズが多くなると、さらにその自分でボリュームを上げて聞こうということになりますので、ノイズが打ち消されることで音量をそこまで上げる必要がなくなるということになります。また騒音による疲れも低減できるということで、ノイズキャンセリング機能というのは現在のヘッドホンあるいはイヤホンにとってなくてはならない機能になりつつあるのではないかなと思います。ソニーのノイズキャンセリングヘッドホンの歴史を簡単にまとめてみました。ノイズキャンセリングの研究開始というのは1990年前後に始まっています。もう今から30年以上前の話ですけれども、そして1992年に
飛行機用のノイズキャンセリングヘッドホンを初めて市場に導入しています。それから2008年にはデジタル方式のノイズキャンセリングヘッドホンを市場に導入し、で現在に至るまで、さまざまなタイプのノイズキャンセリングヘッドホンを導入してきました。30年以上のこの技術の積み重ねで現在高い性能を実現してきています。それでは実際にノイズキャンセリングの音を体験していただければというふうに思います。ステレオのヘッドホンやイヤホンで聞いていただけるとより効果が体感できるのではないかと思います。今日は2つのノイズキャンセリングオフとオンの音を用意しました。1つ目は飛行機の機内でのノイズキャンセリングの効果の音です。まずノイズキャンセリングオフの音から聞いてください。ではどうぞ。次にノイズキャンセリングオンの音を聞いてください。ではどうぞ。いかがだったでしょうか。飛行機内の非常にうるさいノイズや特に低域のノイズなどが消えていたことがわかるんじゃないかと思います。次に、日本では一般的なケースである電車の駅でのノイズキャンセリングの効果です。まずノイズキャンセリングオフの状態から聞いてください。ではどうぞ。次にノイズキャンセリングオンの音を聞いてください。ではどうぞ。いかがだったでしょうか。周りの雑踏のノイズが非常に小さくなったり、非常に不快な低音のノイズなどもキャンセルされていたのではないかというふうに思います。皆さんもこのようなノイズキャンセルの効果はご自分のヘッドホンで体験されたことがあるかもしれませんが、飛行機の中、街の中、さまざまなケースで非常に有効な機能ではないかと思います。このノイズキャンセリングの仕組みですけれども、実際にどうやってキャンセルしているのか、それはヘッドホンの内外に配置されたマイクで外のノイズを拾い、逆位相の音を生成することで騒音を打ち消しています。この左側の図ではそのマイクの位置を示しています。ヘッドホンの外側にあるフィードフォワードマイクおよびヘッドホンの内側にあるフィードバックマイク、このようなマイクを使ってノイズを拾い、そしてノイズを打ち消すというようなことを行っています。逆位相の音でノイズを消すって一体どういうことだろうと、ちょっとイメージしにくいところがあるかもしれませんが、そういったことについて次回以降さらに詳しく説明していきたいと思います。次回はノイズキャンセリングの仕組みをより理解するために、音の基本や音の実験について皆様にご紹介したいと思っています。ご視聴いただきありがとうございました。